に逃げて、私は山々を覆う。私の助けはどこから来るのか。私の助けは来る。天地を作られた主のもとから。詩編第120編一節二節。イエス様の背中を見ながら生きてた親父の背中はどんなに時が過ぎていてもやっぱりその背中はでかかった。
ずつ少しずつ小さくなってるはずの、その背中でかく見えるのはなぜだろう。イエス様がいらっしゃるためにお帰りに備えをいたしましょう。さよなら。また会いましょう。